向きが気づけなかったばっかりに。警戒を一任していた俺にも責任がある。最近はひたむきに頼りきりで勘が鈍っていた。メデちゃん、内出血が。沈黙が抜けるまで治癒は無理か。試してみたいことがあるので、少しの間外していただけますか。あ、では失礼します。嘘、自力で他人を治しちゃったよ。本当に治ってよかったです。前々からひたむきの純粋さは白魔向きだなって思ってたんだけど、ひたむきは性格的にも能力的にも絶対サポート向きだと思うの。っていうか歩道が向いてないよ。ついに行ってしまった。